JR 貨物時2万5000経過者。JR 貨物時2万5000経過者。JR 貨物時2万5000が高社は、1999年、平成11年に製作され、日本貨物鉄道、JR 貨物に車席を有する40トン席の貨車、無外車である。非鉄金属生産の大手企業である、東方アエの小名浜精錬所、福島県いわき市、安中精錬所、 群馬県安中市間において、亜鉛の鉱石、中間製品輸送に用いられてきた時2万5000系、JR 貨物所有者の取り替え用として、1999年、平成11年3月に、日本車両製造で12両が製作された。亜鉛製鋼専用の私有貨車で、所有者は東方亜鉛である。JR 貨物の汎用無害者通った方針を受けて、なされた。 代替輸送手段の検討において、コンテナ化、トラック転換などとの比較がなされ、二役や運用型の変更回避、総合的な輸送コストの低廉性に鑑み本式の製作がなされるに至った。運用や二役の互換性を維持するため、車体寸法は JR 貨物所有者と共通であるが、荷重を40トンに増大することで、製作数を最小限に抑えつつ、 輸送能力の確保を図った。同一用途で使用される、多機15,600系タンク車や、後継の多機1,200系タンク車、いずれも、アエンや気候専用とともに、精錬所管を往来する専用貨物列車に、用いられている。本節以降、国鉄製作 JR 貨物所属の時2万5000、型を、従来車と記述して区別する。 積載荷重40トンの二軸ボギー無害社で、車両全長、ボギー中心間距離など、車両の基本寸法は従来車と同一である。運用や二役を従来車と共通とするための仕様で、赤3号、レンガ色の外部図色も従来車と同一である。台車、連結機は、灰色1号、明灰色とされた。記号表記は、特殊表記符号。 過重36トン以上の無害者を全置し、時と表記する。これは従来車と同一の表記方式であるが、本形式では、車両番号を形式番号車両番号様式の JR 貨物型で付番し、時2 5000N、N は製作順のように表記される。車体側面向かって、右側の煽りとには、亜鉛性光専用の専用種別表記が付される。 従来車から増大した荷重に対応するため、大枠は漁服形状の中量をはじめ、各部材が強化された。煽りとは従来車と同様の4分割式で外部に補強部材を追設する。回避した煽りとを下方でかかり止めする煽りと受けを設けることも従来車と同一の仕様であるが、本形式では2役にカーダンパーを用い、車両ごと典型させて、 積み荷の取り下ろしを行うため、通常は二役目的で煽りとを回避することはない。床板、つま板、煽りと内張りにはステンレスを用いて、荷下ろし時の積み荷滑落促進を図っている。鉱石輸送に専用するため、従来車に設けられていた積み荷転道防止用の埋め木は装備しない。積み荷受損防止のため、緑色のテントカバーが付属品として装備された。 台車は弓形のガーハリを持つ FT1C 型で積み荷のウムで定数が異なる。二段バネの枕バネを装備する。防振ゴムを併用したクラーン内式の軸箱指示機構密封コロ軸受け重荷重対応の臨軸14トン中軸は他 FT1 系台車と共通の仕様である。ブレーキ装置は制御弁二三圧式の EA1 制御弁を用い積み荷のウムで ブレーキ力を自動切り替えする CSD 方式、赤空切り替え式自動空気ブレーキである。台車、ブレーキ制御弁、連結機は、組無線形私有車運車の廃車発生部品を採用したもので、制御弁の使用圧力を 3.7kg、センチメートルに変更して、一般化車との混結を可能とした。補助ブレーキは従来車の足踏み式、ブレーキテコを廃止。 両側側面の大枠下部に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。このため、入れ替え動機は、突っ放し禁止の扱いである。台車、ブレーキ装置の使用自体は最高速度時速 110km に対応するが、本形式では、従来車、多機15600型と共通で、専用貨物列車に用いる運用実態に鑑み、ブレーキ装置の比例弁を一般貨車対応の 設定として、最高速度を時速7 5トルとしている。比例弁の改造で、最高速度時速9 5トルでの運用も可能な仕様である。制作時より、福島臨海鉄道の小名浜駅、福島県岩き市に常備され、同駅から新越本線安中駅までの区間で、毎日1往復の専用貨物列車として運用される。本形式は、 通常6両を一組として使用し、アエンや機構を輸送する、滝15600型や滝1200型とともに、列車を蘇生する。現在は往復での経営路線は統一され、安中駅新越本線、高崎線大宮総社上別所信号場、武蔵野線南流れ山駅北小金駅、常磐線泉駅福島臨海鉄道、小名浜駅のルートで運転されている。 当初から2000年、平成12年12月のダイヤ改正前日までは、水戸線両毛線経由で、2000年、平成12年12月のダイヤ改正から2015年、平成27年3月のダイヤ改正前日までは、田畑信号上駅、北本線、東北貨物線、高崎線経由で運転され、現在は蒸気経路に変更されている。 2018年7月4日15時9分頃、武蔵野線越谷レイクタウン駅構内で、下り線に停車中の東京駅各駅停車の運転士が通過する安中駅線が5094列車、機関車1両下車18両とのすれ違いの際に、常温を感知し、防護無線を発放した。停車した5094列車の運転士が確認したところ、 後ろから2両目の時に万五千から六のテントカバーが外れ各駅停車に接触しているのを発見した。この影響で武蔵野線は約4時間半にわたって運転見合わせとなった。カバーが外れた原因は調査中である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。